んにちは。フラペチーノさん、ハートありがとう。尾竹さん、バラとハートありがとうございます。 A ちゃん、レインボースター、イスリザルさん、ハートありがとう。今はシナのソロハー宅でお留守番中なんですけど、お留守番、あの宅配便が来るのでお留守番を任されていて、ちょっとお留守番中みんなに構ってもらおうかなとお留守番してます。そう、いい子にしてます。お仕事行っちゃったんでお留守番中ですこんにちは。配信許可は取っています。スプマンテさん、花束ありがとう。台湾ジョジョさん、オーカさん、エイちゃん、ハート、コウさん、お断りです。真空圏さん、音符、テキサスのロンスターさん、バラ、藤岡猫ニャさん、ハート、ありがとうございます。フカジアさん、音符ありがとう。雨は多分降ってるよね、今も。今日もずっとどんよりしている気がする。モリモリさん、音符、センパチさん、ハート、ありがとう。マコバヤさん、音符ありがとう。パフェ食べに行こうとしたけど残念、やっぱ無理だったか。もう安静に過ごしてください。パフェも今日はパフェは食べに行きません。今日パフェの日ですよ、みんな。パフェ、 Z さん、アイス、真空圏さん、だるま、Z さん、ハートの誓いありがとう。リデンさん、ハート、ブルンさん、音符ありがとう。ハートもありがとう。こんにちは、どうも。髪の毛を、今日も湿気に負けると分かっていながら髪の毛に熱を与えてダメージを与えます。もう宿毛矯正をするか迷っているんですよ。何これ、かわいい。しんちゃんさん、何このかわいい猫。誕生日だって。待って、夜配信もするよ。夜配信見に来れるかな。夜配信の時でもういいですか、おめでとうって。かわいすぎる。アットマーク誕生日。ひろし BKK さん、尊い、ありがとう。お誕生日おめでとうございます。いつもさ、あの達成するためにって言って投げてくださるから、え、もうこの前達成したのにと思ったら、アットマーク誕生日って書いてた。誕生日の昼にすいません、こんな突然始めて。夜も配信できるけど時間合うかな。今日忙しいですか。スタジオのメモ帳借りようかな。ドデムさん、音符、ミツさん、音符、ヒロシ BKK さん、尊い、ありがとう。しんちゃんさん、パワーありがとう。めっちゃ可愛いこの猫、初めて見た猫。 BD マンさん、音符ありがとう。カフェの日生まれなの、最高だね。こんにちは。夜何時ぐらいになるかな今日。8時か9時ぐらい、どうですか。8時か9時ぐらいの予定でいる。アルテミスさん、音符ありがとう。日が出てきた、眩しい。こんにちは、こんにちは。また夜おめでとうします。すいません、人ん家にいるためまた夜びっくりしたよな、そりゃ。公式のメディア情報にはないけど、深夜に
山陽放送でインタビューが放送されます。わ、この前のやつかな、3人のやつかな、サラちゃんとソタロと3人のあのツアーの時のやつか。公式に載ってないの？ちょっと私も知らなかった、ありがとう。待って、これお知らせするね、スクショ撮っとく。ありがとう、教えてくれて助かる。 STU に入りますか？ STU の広報担当になりませんか？マークお断りです。嘘、ちょっとみんなの方が詳しいの。何、悔しい。私も今知った、今日だったのか、今日の深夜ね。分かった、告知します。告知担当、山陽放送。広島じゃ見れない。見てください。そういうツアーの岡山の時に、岡山千秋楽の日に、そうツアー終わって、アンコール終わって取材を受けたやつを、岡山香川か、岡山香川済みの方よろしく、告知するから待ってて。ありがとう、助かりました、感謝です。本当に岡山香川、こんにちは。今日パジャマなんだけど、パジャマがなんかボタンが緩すぎてちょっと危ないと思ったから、ヘアクリップ、デカヘアクリップを装備しています。だからなんかここがなんかさ、ネジネジかなみたいな、中尾明也さんかなみたいな襟をしているんですが、これはあのクリップで留めているから。こんにちは。いや、着替えるよ、着替えますよ。もうこのパジャマは今日で洗濯です。洗濯機行き洗います、ジャブジャブと。夜忙しい感じ？いいえ、夜も配信します。今日は私お休みです。夜も配信するよ。なんで昼配信したかっていうと、今留守番中だからで、ちょっとねみんなに構ってもらおうと思って。え、アンパンマンやってる。あ、違った、広告あれだった、 CM だった。見に行かなきゃ、アンパンマンの映画。アンパンマン、クロさんハートありがとう。うっかりトウモロコシを一箱買ってしまったので持って帰らないと。やばやば、うっかり、え、大変それは。一箱買ったら何個入ってるんですか？何個入ってるの一箱トウモロコシ？トウモロコシって細いからいっぱい入りそう、一箱に。クロさんお疲れ、ダーソクさんサックス、クロさん音符、ヒーローさん音符、カドリさん音符ありがとう。12本ダース1ダースってこと、トウモロコシ1ダース。じゃあまずコーンスープを作ります。そんでポップコーンを作る。ジャーパングさん、だるま、それからさん、ハートありがとう、こんにちは。昨日紹介したヘアオイルを今日使ってみました。いい感じに髪がまとまりました。焼きとうもろこし最高です。醤油をねハケでこうやって塗るのね、最高です。実は瀬戸チャレが東京 MX でたまに再放送されてる。え、そうなの？へえ。なんと嬉しい。
嬉しい、知らなかった。再放送されてるの？ひっそり。そうなんだ。リンコとリコチの回？え、リンコとリコチの回ってことはさ、ユーナンが出てくる回ってこと？ユーナンが出るんじゃないの？それ出てこなかった？また違う回だったかな。1ヶ月分ぐらい撮るもんね。待て待て、わあわあわあ、そりゃ告知ができないね。不定期なんだ。不定期なら告知ができない。たまにやってるらしいのでチェックしてくださいって言うしかない。突然すぎて言いました。夜も配信いたします。みんなお仕事中だよな、どうしよう配信とか思って、ショールーム開いたらあかりんさんもさらちゃんもしてたから、わじゃあ私もやっちゃおうと思って始めました。なんかあかりんさんが水族館に電話かけてて、それ見てた。無音で水族館に電話してた。ね、晴れてきてる。明るくなってきた。外が。前髪切ったんですよ、この前。3日前ぐらいに。前髪。今日なんかまとまっている髪が。G2 さん拍手ありがとう。ごめんさんバラありがとう。こんにちは。クロさんバラありがとう。私も水族館行きたいな。マリーナホップ、マリーナホップの水族館今年で閉館だから行かなきゃ。皆さん、マリーナホップというのはですね、あの STU のファーストアルバムの STU エンチのメンバーが乗っていた観覧車があるので、ぜひ行ってください。マリーナホップ、マリーナホップというのは以前3年ほど前に岩壁ライブじゃなかった、間違えた、ドライブインライブを行ったところです。車の中からステージがあって、ファンの方は車で整列して、車の中からこうやって応援するライブがあったんですね、コロナ禍の時。そう、その時の場所、あとはピースストックがあったところですね。エリオさんハート、クロさんコバンありがとう。そう、ドライブインライブが研究生の頃にね。今思ったらさ、いや私その時入ったばっかりだったから、すごいこういうのもあるんやとか思ってたけどさ、今思ったら結構異例の感じだよね。コロナ禍だったからってだけでさそれ以降やってないから、普通にあの光景を受け入れてたけどね。楽しかったです。なんかみんなが車のあのフロントのフロントガラスのところを推しメンのグッズで装飾したりして、で窓からなんかこうやって手振ったりしてて面白かった。峠とかにあるお食事どころかと思った。 あるよね、ドライブインあるね。なんかあの道の駅的なやつね。楽しかったよ。またあるかなないか。またやっても楽しそうだけどないか。でも車がないとダメってことか。岩壁ライブもしたいですね。前髪、前髪ね、今思ったらね、珍しいライブだった。ドライブイン、レンタカー、チュ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 、レンタカー借りたことないな。こんにちは。あとあれ、神戸スマシーワールド行きたい。
今めっちゃ人多いらしい。まだオープンしたばっかり、6月にオープンしたばっかりって言ってました。神戸住むシーワールドに行ってシャチのショーみたい、イルカのショー、なんかショーがすごいらしくて見に行きたい。もうああいうショーを見るともうなんかそのもう偉すぎてはぁってなる。この子たちは頑張り屋さんすぎて心配になるみたいな、そういう感情になっちゃう。サッチーのショー、サッチーのショー、サッチーのショーも見たいですね。僕隊見に行きたい。サッチーのショー見たいですね。ね、水族館そう、亀の情報聞いてたね、あかりんさん。さっき私がショールーム始めるとき覗いたら無音だったから何事と思ってコメント欄見てたらみんななんか実況してくれていた。スクエアさん、ハートありがとう。自然で狩りするよりショーで餌をもらう方が本当、確かに。まあ自然界で生きてくのも大変か。そうか、まあ確かにそう言われたらそう。でもさ、めっちゃ眠いとか、もう今日はやりたくないなって日もさ、人前に出てショーをしてると思ったら偉すぎるよ、ね。エジリン、ハート、シュンさん、音符、スーパーニモさん、音符ありがとう。ニモ、いいもん。レストランでシャチが見える、最高じゃん。え、いいね。あの下関にもあるよね、唐戸市場の近くのとこ。まあ、えりこちが言ってたよね、そういうのいいな。長崎はペンギン水族館があります。行ったことはない。あとは海キララっていうのがあります。海キララはよく行ってました。海キララ行ってあのナマコを触れる体験会をやりました。あと真珠を取るみたいなやつやった。ミックさん、バラありがとう。ナマコお触り会みたいなそう、触れ合い広場みたいなやつでナマコ触りました。ナマコ。長崎バイオパークはあのね、リスザルが飛び乗ってきたりするやつ。あとなんかカピバラが毎年、長崎はね冬になったら夕方のニュースエブリーとかで、今年もカピバラがゆず湯に入りましたって言って、カピバラがゆず湯に入ってる映像が全国にこう、全国じゃない、長崎県内に放送されるんですけど、他の地域はないの、そういうの。あれ全国に流れてないでしょう。毎年冬になったら冬至ですって、冬至でゆず湯に入りましたってカピバラがお風呂に入ってる映像流れる。それが長崎バイオパークです。え、魚が足のゴミ食べてくれるやつ、ドクターフィッシュやりたい、やってみたい。手しかない、宮島水族館でやった。手、足は入れれなかった。手の STN のさ、スペイベで行ったの、宮島水族館。今日前髪なんか良さげになった、休みなのに休みの日に限って前髪が良さげになるの。どうして、昨日は、あ、昨日タワレコに行きましてパネルを描きました。なんですが前髪の調子がすこぶる悪くて、ちょっと写真撮り直しに行きたいと思っている。ね、書きましたみたいな、
帰ってきましたって写真の前髪がもう終わりすぎていて、本当になんかもう湿気でやられちゃってて、撮り直しに行こうかな。今日は行かないけど、今日はちょっとね、もう行かないけど、毎日行ったらなんか恥ずかしいあれこの人昨日もいたよねって思われる。晴れたら行こうね、そうしましょう。アルテミスさん、音波ありがとう。たかしんさん、音波ありがとう。牡蠣の天日干しが始まりました。平和だね。和歌山のパンダは、部屋から水槽が見れるの？お泊まりできるってこと？すごー、そうなの、めっちゃいいじゃん。じゃあさ、その間ずっと休めないってこと？こっちが旅館でくつろいでる間も働いてくれてるってこと？ヌートリアってなんか聞いたな。なんか TikTok で見たよ、ヌートリア。あとなんか岡山県は用水路が多いっていうのこの前ね TikTok で流れてきた。だから気をつけましょう流れてきた。アッキー、ザラ大好きマイさん、ハート。さとこさん、ハートありがとう。アルテミスさん、ハートありがとう。ヌートリアって何者なの？タヌキ？何？カピバラ？何？何者ですか？ヌートリア。地方ヌートリア中ヌートリア本当だ、ヌートリアだ。ナルシさん、花瓶ありがとう。そう、柵がない用水路が多いから、あの、気をつけましょうみたいな動画がこの前流れてきて、でもさ、どこの地域もあるあるだよね。あ、ネズミなのかな、あれは。何者なんですか？結構でかい、ね、ネズミのでっけえのでけネズミです。 G2 さん、音波ありがとう。めっちゃ大きいよね。遭遇したらどうしたらいいんですか、ヌートリアって。怖い、危険です。怖い、どこにいるの、どうしたらいいの。なんかクマに会ったらさ、死んだふりをしたらいいとか昔言ってたじゃん。ヌートリアはどうしたらいいの。尻尾を除いた体の大きさは約50センチ。でかでかでかでけえ、でけすぎ。50センチだって。トールさん、ハートありがとう。死んだふりダメな、あんなに昔教えられたのに、鈴を持ち歩くか死んだふりをしましょうみたいなやったのに。桃太郎の桃が流れてきた川によくいます。桃太郎の桃が流れてきた川があるの？実際にあるの？クマは背中を見せないようにする。無理だよ、無理じゃんか、そんなん。でかいネズミ、確かに。ははって言って。倉敷にいるの？はぁ、恐ろしい。おすじくん、お断りです。死んだふりは襲われて病でやれば。無理じゃん、もう。怖っ。タヌキはよく見る、タヌキ。ばあちゃんちのイノシシとタヌキと、あとなんだ、なんかタヌキに似てるやつ。愛媛のカープ男子さん、ハートありがとう。秋に山を走る大会出るから熊鈴つけてくださいって言われてるけど、恐ろしすぎる、怖
怖いね。あ、天かな、なんかそういうの。あ、アライグマ、ハクビシン、それかも。なんかそういうのさ、よくいるよね、畑の道走ってる、出てくる、車の前横切ってくる。でかいコウモリの写真見たらでかすぎて怖かった。想像だけで怖い。そう、タヌキって海外にいないからね、なんかいいらしい。タヌキとめっちゃ激レアな動物を交換してもらったりするのか、そういうのがあるらしい。タヌキはね、海外ではなんか高値で売れるみたいな、なんかそういうのこの前流れてきた、 X で見た。タヌキ、日本人がさ、もう身近に感じてるけど、タヌキはもっとポテンシャルが高いってことです。タヌキ、何の話をしている私は。タヌシカ、広島で、タヌキみたいな犬タヌキみたいな犬ね、いるいるか、そんな。長崎空港、長崎空港ね、あそこ島みたいな感じだからいるよね、タヌ、タヌ、タヌ。おばあちゃんみたいなおじいちゃんならよく見る。昨日それを流れてきた、なんか喫茶店の口コミで、なんか老夫婦が営まれていて雰囲気が良かったですっていう口コミに対して、あの、私たちは老姉妹です、姉妹でやっているのでどっちがおじいさんか揉めましたみたいな、店主の人が返信してる、あの投稿流れてきたおもろね、でも確かにさ、おじいちゃんかおばあちゃんか分かんない、あるよね、普通にね、分からん。お疲れ様です。もう髪の毛終わりにしよう。ハリーポッターメガネのひげおじさん、だるまありがとう。でもさ、一緒に働いてるだけで夫婦とは限らんのに夫婦ってなるの謎ですよね。ね、もう先入観なのかな。先入観。知り合いが夜道走ってたらイノシシと衝突して車が大破した。イノシシ強すぎ、強いですね。これからお仕事、いいえ今日はお休みなんですよ。お休みです。でも一応あのね、外出するときは一応髪の毛をしとかないと、ボサボサで出かけてしまうとちょっとね、もっとボサボサになるので雨で。前髪なんか重たいね、今日重たいですね。3トンぐらいあるわ今日。イノシシはよくタケノコ掘りに行きます。タケノコ取ってくんのやだね。私のおばあちゃんの畑もさ、よくイノシシが荒らしてくるって言ってました。最悪、最悪です。パちゃんの愛がどちらが多いですか。前髪、なんか私愛が軽いって最近よく言われます。愛が軽いらしいです。パセリちゃんの学校の校庭に犬が入ってきたことある？ある気がする。
でもテレビな気もする。でもある気もします。犬あるあるなのかな、校庭に犬が来るの。愛おしすぎる犬。ソラハに言われたの。そうだよ、ばあちゃんは愛が軽すぎるって言われました。いつも言われる。イノシシ。おばあちゃんのスイカ食べてない。スイカ食べれないから食べてない。軽い方が受け取りやすいから。よし。え、愛の重さ入ったの？カラオケに？ショールーム？わあ、そりゃ歌わないと。イヤホンな今。せっかく歌える時間なのに。チャララチャララチャララン。韓国旅うらやましい。マイキューさんという切り方、おいさん。ね。めちゃめちゃうらやましい。なんかおいしいものがいっぱいだった。あおいさんのインスタストーリーにさ、急になんか上がってたよね、この前。美味しそうなご飯、それを真似して私も昨日サムギョプサルあげたよ。じゃあみんなに愛の重さ振り付け講座しよう。みんなも覚えてください。腕に抱くこともせずに愛の重さ初めて。これは肘を引く意味で、愛の重さ初めて分かったよ、君の気持ち背負ってました心が、上向きます、心がしびれるくらい、湯切り湯切り、なんかまるで世界担ぐような重さ、今の気持ち何と比べてみる、いいのだろう。これ天秤です。いいのだろう、無責任に愛した頃は軽々さっさっさっ持ち上げてた。持ち上げるのはここまでです。花だらのポーズはこれだけど、愛の重さこうやって持ち上げてここまで。この前の幕張の図書とかで、愛の重さポーズお願いしますって言われて、これですって言ったら、みんなみたいな、みたいな混乱してた。これです、愛の重さです。ミックさんバラありがとう。しびれる手の動きを各メンバーの微妙な違いを TikTok で見ています。そう、なんかあのね、あのソタロウは気づいたんですけど、振り入れの時に真ん中から受けて上下で振り付けが、先生が2人いらっしゃったんですね。だからその先生によって振り付けの細かいところが違ったりしてたっぽくて、それがちょうどパックリ上下で違うみたいで、だから TikTok でぜひ見比べてみてください。どのメンバーもちゃんと先生の言われた通りやってるけど、でもその細かい微妙な、このなんかこれのしびれるところとかがなんか違うらしくて、でソタロウが言ってました。私は気づかなかったんだけど、なんかそういうのがあるらしい言ってた。あとね、大サビのタタ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 タ、いいのだろう。なんか掴むおでこをヒューンって習ったと思ってたんですけど、反対側のメンバーはこれおでこみたいな、これ掴むこれって習ったらしくて、へーって。でも私は掴むおでこをヒューンって習った記憶がめっちゃあったんですよ。あれと思って、そう、それを最近気づいたから、また今度クリエイトボーイさんに会う機会がある時に確認する。でもこれは平行です、こうじゃなくてこう。
いいのだろう無責任愛した頃は軽々と打ち上げてた。振り付けがどれが正確かわからない時は動画の千穂さんとかを見て、あ、千穂さんがこれやってるってことは千穂さんが正解だと思って見てる。先生クリエイトさんのね、あの YouTube とかにも振り動画が載ってるのでぜひ覚えてください。君を失いたくない。そう、この前のあの東京のフェスの時とかにさこちゃんとかさひーちゃんとかが新しくこう振りを覚えるから教えてたんですけど、レッスンで、でそれで発覚した。え、私こっちで習ったよみたいな、え、違うよみたいな、そこで上下で分かれていることに気づきましたね。でも私の勘違いの可能性もあるからさ、なんかもう分かんなくて。振り付けの動画、振り付けの動画はなくて当日教えてもらいます。振り付けの動画振り入れがあります。振付師さんが来て教えてくださいます。でバランスとか見て立ち位置をこう調整したり、この人とこの人の間から顔が見えるようにしようとか変わったりとかして作ってくださってます。サビレカも見ました。おー早い、さすがっす。覚えられそうですか。振りコピ夢力、夢力これです。千代さんの TikTok にさ今 ST 曲の両手振りとか載ってるから分かりやすい。力とかペダルとかを覚えてたらね、どうにかこうライブとかでおおおってついていける。そうパジャマですそうなの、パジャマなの。まだパジャマサングラスです。これです。これから始まります。ドゥルルドゥドゥルドゥドゥルドゥルチュ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 、はい、チュチュルチュルチュ、ドゥ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 、これがどっちからか始まる。最初は右から始まります。ドゥ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 、難しく太陽は絶好調だ、最高気温は何度だろう、今日まで気づかなかったよ、君はずっと髪を束ね、おとなしい。3個あるかも、おとなしい、4つかな、なんか順番があります。おとなしいタイプだと思ってた、はあはあ、サングラス体操あかりさん、僕の知らない君がいて、君の知らない僕がいる、チュッチュ、それが恋の始まり。これらしい。ずっとさこれかと思ってたら、去年のツアーの時に
これ一期ドラさんの曲なんですけど、その時にドゥン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 、ここでこうなるみたいな。ほう、さんありがとう、ナルシさん、クマありがとう、クマ、ユタパパさんハートギフトありがとうね。あと2番はこっち、ハート、これもハート。あとサングラスデイズはトゥットゥー、それが恋の始まりのとこの振り付けの振り付けもハートしてるけど、立ち位置も実はハートになってて、こっちが客席側で、こうここがこっち、みんなから見て画面の上が客席側がこのハートのとんがってるとこで、このステージ側が曲がってるところらしいです。こういう形になってるらしい。でも多分正面から見たらこれだからわかんないけど、もしドローンとかで撮ったらこれらしいです。知らなかった。これは花だれ公演が始まった時に知りました。さあ、確かにゲバントホールの2階席だったら見えるかもしれない。でも披露してないや、最近。最近なんか花台公園の瀬戸りからいなくなっちゃいました。もう1年ぐらいいなくなっちゃいました。サングラスデイズあったんだけどね、なんか最近はシングル曲になってる、なくなっちゃった。夏フェスで見れるはず。サングラスデイズは夏フェスで絶対に入っているから、この形が見れるはずだけど、夏フェスは上からは見えないね。見てたね。透明の床でパフォーマンスして下から見るとかだったら見る。あ、でもそれはちょっとコンプライアンス的にもちょっと難しいか。ダメでした。却下です。やっぱドローン飛ばすしかない。これ下からはちょっとダメだった。今ね、頭で考えたけど、ちょっと無理だねって。ぜひ注目してください。ショッピングセンター、確かにイベントとかリリーベ系の時とか、こんにちは。あとは振り付けは、春夏秋冬は桜の花びらです。これは春夏秋冬過ぎてゆくよできなかった、桜がこうやって散ってるのを表してますよ。愛の重さのリーフはこれ、リーフ、葉っぱ、リーフ、桜、リーフ。あとはなんかあるかな。笑顔のチャンスはこれです。7と7を作って、息をする心はこうです。息をする心とエガちゃん似てるけど違います。息をする心、これは心臓です。心臓がこうやってあの血液を送り出してるのを表してるって言ってた。ドク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 。でもマイクでやってるからちょっと分かりづらいけど、両手だとドク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 って言ってました。
あ、肺かも。肺なのかな。うん、なんかこう血液を送り出すイメージみたいな言ってた。でも最近両手で振りすることないからもうこれでやってるか。でこれでやるときは、そう、片手でやるときはね、このこの時はこうだけど、片手やる時はこう、ちょっとあの良くないからこれはしまいましょうって習いました。だから片手の時はここが収納されています。収納しましょうってなった。だから注目してみてください。収納されているか。好きだ。そうよ、挑発的になっちゃう。こんにちは。どうも。何時までしよう。3時。3時になったら終わろう。3時になったら作業を始めようとします。始めるとします。ドット柄ですか、水玉ですか。ドット柄と水玉って違うの。これは何柄だろう。これは何柄。何の柄ですかね。なんかロゴはこれです。ロゴ。今日のおやつ、今日のやつはこれが美味しかったです。これスタローがお土産でくれたタコせんべいの里の磯みりんがめっちゃ美味しかったです。おすすめ。これ昨日2人でバクバク食べた。タコせんべいの里、淡路島にあります。でね、美味しすぎたからお母さんとかおばあちゃんとかにもあの買って郵送しようと思って調べたんですよ、ネットショップ。送料かかるって書いてた。送料かかるらしい。でもこのでかさで400円ぐらいって言ってました。こんないっぱいぎっしり入って400円500円ぐらいって言ってた気がする。めっちゃ美味しかった。止まらなくなる甘じょっぱ系の味です。あとちょっとあるちょっとすぎる。あとちょっとだけ、こんなにあります。おすすめ。行ってみたい、タコせんべいの里。なんかね、工場があって、そこで売られてるから安く買えるみたいなこと言ってた気がする。淡路島5000。ね、なんか試食がいっぱいあるらしいよ。あとめっちゃ種類があるらしい。食べたい、行きたい。検索したの早い。検索をすぐできるって本当に四五出来の人よ。自制ができる人。いや、そうとも捉えられますが、あの食べ過ぎて喉が渇いたみたいなのも捉えられるね。その食べ過ぎちゃって喉が渇いたからまたちょっと置いとこう、また後で食べようのも考えられるね。このデカさんに対してのこれだったらもう9割食べて、あ、ちょっともうやめとこう逆に残せなかった人、食べ過ぎちゃった人っていう考え方もできますね。原材料、じゃがいも、砂糖、油、醤油、エビ、みりん、食塩、イカ、タコ、水飴。美味しかった。スタローがお土産で一緒食べようって言っておすそ分けしてくれました。優しい。
優しいです、ありがとう。食べ過ぎかな。そうだよね、タコの割合、確かにタコせんべいなのにタコの割合は、これはじゃがいもですね、ほぼじゃがいもでした。でもめっちゃ美味しいんです、これおすすめ。淡路島に行くことがあったらぜひ行ってみてください。私も行きたい、タコせんべいの里。こんにちは、どうも。今の時間って再放送やってるの？広島も。え、ドクター X してないじゃん広島。なんでドクター X 見ようと思ったらないじゃん。ちょっとなんでやねん。キムさんありがとう。なんでよ。ね、今は縁側刑事、縁側でかの再放送やってます。ホームテレビさん、あ、再放送じゃない、普通放送。ドクター X、 仮想研の女、 KTN は古畑任三郎。付き合って KTN、長崎じゃん。しんいちさん、バラ、ちんさん、音符ありがとうございます。ほう、そうだよね、この時間再放送のタイム時間。急になんかルー大芝さんみたいになっちゃった。カズさん、ハートありがとう。こんにちは。一日パジャマで暮らす女の子、私、私ですか。本当だね、もうこんな時間だもんね。パジャマ、パジャマでお邪魔。今日はどんな服装が向いてますか。昨日は白いロングワンピース、ロングスカート履いたらちょっと失敗しました。雨だったからヒヤヒヤしながら歩きました。今日はどんな服装がいいですか。しんさん、音符ありがとう。関東はドクター X、 おい。そうで、私もさ、あのフェスのホテル生活の時ドクター X 見てたもん。だから広島では見れると思ったらなんか半袖、肌寒い？パーカーいる？上着いる？系か。わかった。ありがとう。助かります。助かる。ルー大芝さん知ってるよ。長崎で番組やってた。ルー大芝さんが深夜の長崎の飲み屋街を歩くみたいな番組やってた。やってました。まだやってるかな。それ、CM とかね。ヤブカラスティック連番やめてコメント。ヤブカラスティック連番ね、ミミニウォーター、ねみみってのはかわいい。アイドルにそう、ねみみちゃん、ちょっと眠そう。ねみみ、連番連番。人間ドックは見てくれてありがとうございます。人間ドック、
この前の幕張のお話かよ、もうホステル人間ドック見たけど気をつけないよ本当にってめっちゃ言われた。はい、わかりました。逆流性食道気をつけないよっていっぱい言われたから、はい、ごめんなさい、気をつけます。クラコンチェックしたよ、ありがとう。クラコンも見てくれてありがとう。こんにちは、どうも、こんにちは、こんにちはです。私もなんかそういう言葉考えたい。思いつかない。ヤブカラスティックみたいなやつ思いつかない。無理や、才能なし。内臓ね、テレビで私の体の中を公開されてしまって恥ずかしい。猿も機械はフォーリンラブ、恋に落ちとるやん、そりゃ。一杯のウォーター、あー悔しい。なんかあるかな、笑顔のチャンスそのままだ、笑顔のチャンス。なんかもうルー大柴さんが言ったらもうルー大柴さん言葉に聞こえる、笑顔のチャンス。アウンのブレス、キャットへにコバはぁ、みんなよく思いつくね。有料コンテンツ、みんな才能あるわ。おさきセリフラワー、急にカリフラワー味が出てるよね。おさきセリフラワーちゃん、笑顔のチャンス。カタカナ禁止用語にしたらなんていうの、笑顔のチャンス、笑顔の何、チャンス、チャンス、機会、あ、絶好のチャンス、あ、機会、笑顔の機会笑顔の機会、やだね、笑顔のチャンスだね。好奇、勝手にコメントがどん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 流れて、私が喋らなくてもみんなはもうずっと喋ってくれて盛り上がってる、大盛況。うわ、これ私がさ喉痛めてる時に開催したら悔しかっただろうな、私も喋れなくて、私もやりたいわーってなって悔しかっただろうな。瀬戸内のボイス、おー、ボイス、こんにちは。懐かしいトゥモロー、僕はこの海をルッキー、沸騰時のシスター、夢パワー、やばい夢パワー、めっちゃパワーありそう。パワー、
ミッチーお断りです。ユウは何を後悔するのか。なんか急にさ、あの空港とかでね、取材されそうなタイトルですね。ね、空港で来てさ、どこに行くんですかって、何しに来たんですかって言ってついてくるやつ。新一さんお断りです。密着、佐世保に密着みたいなやつこの前見た。あ、この前ちゃんぽんが好きな外国人に密着みたいなやつ見た。先週かな、帰省してる時に見ました。再放送なのか分かんないけど、ちゃんぽんが好きなユウに密着してやってました。町中華みたいな言ってた。町ちゃんぽん、こんにちは。密着、え、密着ってなんか大変そうだよね。緊張しそう。そう、リングハット言ってたよね。いろいろ言ってた。お母さんの車の中で言いました。ちゃんぽん、町中華、え、なんかおばあちゃん家の近くにある町ラーメン屋みたいな、町中華みたいなラーメン屋みたいな、なんかそういうラーメン手書きみたいなメニューのとこ行ったことある。美味しかった。モピラさんハートありがとう。密着、やだよ、なんかあ、まだ食べるんですねアイスとか言ったら、ダメですかってなって気まずいじゃん。あ、さっきも食べてませんでしたアイス。あ、いや、これはまだ2個目です。嫌だな、ちょっとね、食生活とか全部バレちゃう。うん、何の音？さっきまで音しなかったのに急になんかさ、テレビから声みたいなのが聞こえたんだけど。プロフェッショナルの密着取材で最後に残したい名言ありますか？考えたことない。どんなこと言ったらいいんだろう。でもさ、深そうで深くないこと言って突っ込まれたい。ね、めっちゃ浅いことをそれっぽい顔で言って放送されて SNS でそうツッコミされた。カブトムシの愛子さんが、ねえねえ、小島の愛子じゃない時の、そのカブトムシの愛子さんみたいに、うん、情熱大陸からナレーション流してる。あー、いいね。カブトムシのアイコス、ちょっとじわじわきて。なんか名言難しいね。名言はギバさんハートありがとうございます。夜は暗い、朝は明るい。めっちゃ浅い名言。でも作ろうと思って作ってるもんじゃないのかな、みんなね。すごいよね、名言残してる人たち。Z さんラブレター、トナ君ハートありがとう。あなたにとってアイドルとは生きがい。
ありがち、ありがちでダメ。唯一無二のさ、なんかそういうの返したいよね。あなたにとってアイドルとは。なんですかね。あ、サーヤ確かにサーヤうまいよ、こういうの。マイハ作ってるからね、サーヤは。でもヤンコのやつは深いようで浅いようで深いみたいな、もうなんかその人、見た人の置かれている状況によっても捉え方が違うようなワードセンスをしているから、ヤンゴロはありゃ才能です、ありゃ素晴らしいです。でも大変そうね、毎朝もう朝起きるのが嫌になっちゃいそう今日もあげなきゃ、はぁってなりそう。すごいよね、なんかずっと続けてるじゃん、いろいろ当たり前さーやんとかさ、ね、継続力すごい。あ、ショールームで作ってんの。あ、そうなの。私もなんか提供したい、高尾さやかのワードセンスに追いつけない、悔しい。カツオさん、クマありがとうございます。しんいちさん、音符ありがとう。なんかいいのあるかね。やっぱすごいよ、無理だもん、思いつかないもん。それを毎朝やってんのすごいね。まこばやさん、ハートありがとう。ワードセンス考えるな、感じろそうだよね、昔からよくね、それは。さやさん、ハートありがとう。ハト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 。体重計に乗らなければ太らない確かに確かにね、そうだよね。ご飯を食べ過ぎなければ太らない。じゃあ今日の名言、それにしてる。ご飯は食べ過ぎなければ太らない。酒は飲みすぎなければ酔っ払わない。薄いな。ジャクソンさん、ハートありがとう。家を出るときは電気を消そう。なんか違う、これ教室に貼ってあるやつみたいな。違うな、タコ線は少し残す。そうだよ、これこんだけ残して。推しは3人まで OK。 何のこと。コーラさん、ハートありがとう。ペダルは漕がなきゃ進まない。おー、ペダルの歌詞にあるね。いいよね、ペダル。ヘアオイルを使い分ける。今日の私だ。再放送は見れるとは限らない。本当にそうなんだよ。関東ローカルに気をつけろ。今日の教訓。今日は私はドクター X の再放送を見るぞってつけたら広島ではやってなくて関東だけだった。悔しい、とっても悔しい。
サドルはないと乗りづらい。いや乗りづらいどころじゃないでしょサドルなしやばいね。想像したら結構大ダメージでは。痛い、想像したら痛いよ。お靴はちゃんと揃えよ。かわいい。パッ、こんにちは。止まない雨はない。おお。落ち込んでる時とかによくね言われるね、それ。イルファンさん、だるまありがとうございます。なんか大喜利大会始まっとる。あ、絶対コメント欄大喜利大好き人間が集まっているの。コーラさん、うんとありがとう。決済は期限内に、うん、大事だよ、大事、本当に大事。タンポポを頭に刺しなさい。え、飛んでくの？湯たんぽかと思った最初。湯たんぽ？入院中。うわー、無理せずゆっくり休んでください。もう暇すぎて、暇すぎての時はショールーム見てお話ししましょう。何もすることがなくてさ、ぼーってしちゃったりするかな。そういう時はショールームを開くと、アイドルとかが配信してるから、そこで元気もらえるといいな。え、よかった今日今配信して、ね、この時間ちょっとなんか申し訳ないと思ったけど、少しでもなんか元気与えられてた。マイケル、ハートありがとう。いや申し訳ないよこんな時間にして。今はね、なんで配信してるかっていうとね、あのね、え、54分、本当だ。え、私ね、なんで調べましたかって言ったら、あの今お留守番中でして、宅配便を受け取るミッションだったんですけど、来なかったですね宅配便。あれ、宅配便を受け取るためにいたんだけど来ませんでしたね。まだかな。マー君、お断りです。宅配便は待っているときは来ない、待ってないときに来る。午前中指定のときは12時に来る。いや時間指定してると言ってました。時間指定してるからって言って待ってる。なんか普通に冷静に考えてさ、意味わからないね、私が待ってるの。なんか恥ずかしくなってきた、なんで私こんなに待ってるんやろうって。おほほほほ、そうだよ、なんかさ用事があってちょっと何かしてる間に来るよね宅配便。え、わかる、午前中11時50何分とかに来る、わかる、わかる。ダンボール、え、あのさ、あの宅配便とかの袋あるじゃん、なんていうの、隙間を埋める空気が入った袋、あれどうしてますか皆さん、どうしたらいいの？あれの効率のいい片付け方ってありますか？えい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 とか切ってる？どうしたらいいの？あれ
何が正解？袋になんか空気入っとるやつ、穴開ける？あ、再利用？ハサミカッター？おー、ペンを刺そう。私はもうどうしたらいいか分かんなくてさ、いつもなんかもう、どうしようって割ってる。ポン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 、プチプチいいよね。プチプチ絞るの好き。こうやってこれじゃ足りないからこれです。プチ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 、切るのか。じゃあ切ろう。今度から割ってました。パンパカパンパカパン。そうする、真似っこします。切る人多かったから真似しよう。私も、あ、そうなんだ、長持ちするんだあれ。じゃあ取っとこうかな、ちょっと実家とかに荷物送るとき用に取っといてみようかな。割るのはストレスかも。ストレス解消になると見せかけて、逆にもうなんか多いじゃん、いっぱいあるから、もう、ああまだあるまだある、わあわあ終わらない終わらない。プチプチ売ってんのあれ？コンビニに？知らなかった。私今日コンビニに行く、コンビニに行くミッションがあります。何を買うかっていうと、あのなんかサンリオのやつ、サンリオのやつを買いにコンビニに行きたいんだった。おかげで思い出しました、サンリオのあのなんかやつ。情報がなさすぎる。サンリオのやつをねゲットしたい。でもどこにでもあるわけじゃないらしくて、めっちゃ可愛いやつがあるんですよ。着替えていくよ。サンリオのやつです、可愛いやつ。着替えるよ。宅配便が来たらね。でもショールームを一旦3時になったのでバイバイして、そんでお家でする系のお仕事をして着替えてコンビニです。よし頑張るで。ではまた夜配信で会いましょう。夜は8時か9時ぐらいを予想しています。よろしくお願いします。それでは壇上に行きます。壇上13位アルテミスさん、12位ミツさん、11位カワデリさん、10位シュンさん、9位エジリン、8位マー君、7位コーラさん、6位プーさん、5位カツオさん、4位 G2 さん、3位 Z さん、2位ナルシさん、1位しんちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございました。それではまた夜配信で、すいませんこのお昼のお昼休憩終わりとかのお忙しい時間帯の方もいる時間に、ありがとうございました。また夜、ありがとう。